ちの学校も基本富裕層のお嬢ばっかだけどさ、あの秋野ってパイセンはリアルに桁違いだよね。どういう人なの？笑い方に癖ありがち以外で。やっぱ札束燃やして暖を取りがちなの。ほう、いや誰が言ってんだって話。つってもあんた最近あんま迷ってなくない？もっと迷い散らかしてまたうちの店に泣いて飛び込んでくりゃいいじゃん。うん、そうしとき。はあ、お金を。え、もらえばいいじゃん。それなんか困ることあんの？騎士にされる？なればいいじゃん。なんならうちが代わりになろうか？いや、でもあの人と一生一緒か。若干しんどいな。病んだら労災出る？マジか。あんだけ稼ぎ倒しといて上昇志向えげつな。素直に尊敬だわ。よし、ちょっと生き方パクるか。お嬢しゃべりぐらいうちだってできるし。ですわとか言っときゃいいんでしょ。楽勝ですわ、セレブですわ。目玉の姉さんたちってさ、言うてそれぞれすげえとこあんじゃん。その点あのニャーニャー言ってるだけの玉木さんってのは何なの？いや、なんだろう、裏の匂いっつうか、なんか隠してる気はすんだけど。でしょうね。もう見ればわかる。あれで犬のビースト言われても困るし。あ、かわいい。うわ、ちょろ。猫耳とか猫語尾とかあんいくね。あんなんで食らっちゃうとかキモいわ。ガンニャエありえにゃいにゃ。っていう話だけどさ、でも説明会の時年商5億とか言ってたじゃん。それそんな稼げんのって話よ。あ、いや、たい焼きって何かの隠語か。実は裏稼業をやってて、これが本当の猫かぶりっつって。やかましいわ。え？いや、どういう冗談よ。それってあれでしょ、悪者から金盗んで貧しめのご家庭に配るって義賊の。実はうち前にバイト先がそいつにやられちゃってさ。いいんだけど、あの泥棒猫いつか借りは返す。今日のギルカツ？あー、ごめん、うち今日はこの後ちょっと、いや、バイトちゃくて、今日は弟の誕生日だからさ、いろいろね。マジ家族多いと面倒多くて大変だわ。あんたは兄弟とかいんの？いいけど、話したくないなら別に。いろいろあんだろうからね、それぞれ家の事情は。なんかつまんない話しちゃったな。どうする？寂しかったらうち寄ってチエルのバカバナでもしてく？あー、そっか、ごめん、そうだったね。でも最近は家族いるんでしょ？ほら、前に言ってたあれ、お小遣いくれたり耳掃除してくれたりする空想上の女の子。今はそれでいいんじゃない？うちらいい医者探しとくよ。そうなんだ。まあいいんじゃないの。これからいろいろ作ってけば。家族なんてその最たるもんでしょ。いないよ、うちの母親。ウケるよね。まあうちも将来は子供いっぱい欲しいんだけどさ。ちなみにあんたは？
無駄骨。資金援助とか煽られて頑張ったけど結果意味ゼロ。まあいいんだけどね、どうせ起業とかそんなうちら向いてないし。いいんだけど、あんたはうちらのプレゼンの中でどれ最良しだった？え、でもあれ最後あんた自爆に巻き込まれてなかったっけ？は、そう、面白かったな。面白かったんなら仕方な。ドカーン！うわ、マジだ、ウケてる。爆発落ち、子供に鉄板かよ。ちょ、あれコントじゃないんだけど。いや、結果コントだったけども。ん？もっかい見たいって何？だからコントじゃねえんだっつの。クロエちゃん持ちネタ増えたねみたいな温かい笑顔やめてくんない？そう？どうもね。あ、いや、あれ作ったの実質うちとユニ先輩だから。チエルは顔のラインもっとシャープだとか胸もっと大きいだとかクソみたいなイチャモンつけてくるだけでぶっちゃけ邪魔だったわ。あのさ、あんたってさ、いざって時ちゃんと怒ったりできんの？いや、お人よしもいいけど家族とか大事なもん守れんのかなって。じゃあいいよ、ほら、うちのこと敵だと思って試しにかかってき。ん？なんそれ。あー、メンチ切ってんのか。ウケる、いいじゃん。ま、特に怖くはないけど。もういいよ。いや、もういいって。いつまで見てんの。やめれ、やめ、ちょ、はずいよ、やめて。キャッ！ちょ、何、びっくりした。あのさ、いきなり大声出すのやめてくんない？ビクってして背筋丸まっちゃったじゃん。どうすんのこの両手、頭抱えそうになってんじゃん。かわいいかよ。じゃん、こっちは相手の表情とか予備動作とか、まあさっきっていうの、そういうの見て動くからさ、そんな風にしれっと剣振られちゃうとビビるわ。てか何気にそれ才能じゃね？さあ、あんたって美冬姉さんの弟子なんだよね？いや、別に推しのプライベート知りたいとかってんじゃないけど。え、どうなの、普段のドラゴンスレイヤーってどういう人なの？え、倹約の達人？バイトとバーゲンセールに命を懸けてる。マジか、竜殺しの女にそんな庶民的な一面あんのか。やべ、最強じゃん。尊いわ、押せるわ、マジ骨の髄までむしゃぶりすこれるわ。トゥンク、バイトしまくり、配達から傭兵まで。あー、やっぱそうか。いや、うち前に新薬開発の治験バイトした時あの人見かけてる気したんだよね。そっか、つまりこれ運命の再会か。トゥンク。あ、大家族の長女で弟妹のためにバイトしまくってんの？え、ちょ待って、うちドラゴンスレイヤーとキャラかぶってんじゃん。はあ、シンパシー。てかもはやディスティニーだわ。トゥンク。チャース。
どうなん最近、あんたの近況ってやつは。へえ、そうなんだ。だいたい女子友と一緒なわけね。ふーん。え？うちらの近況？はあ、いいけど。え？うちらってどれ？こないだ地域交流会でうちら子供の相手したじゃん。そう、リトリリ。ユニ先輩、あれ以来あの子らんとこ通っておままごとしてるみたいよ。昨日も教科ママにおっぱいおねだり。あ、これオフレコだった。うちはそうね、ギルカツの肉体労働一人で支えてる的な。まあしゃあない、ユニ先輩は基本引きこもりだし、チエルはあれだし、あの二人が自由な分、うちだけは最後の両親として真面目にやってるよ。チエル？さあ、適当にチェルチェルしてんじゃないの？知らんけど。あ、でもあいつ何気にお嬢じゃん。こないだ道で親の知り合いとかいうエラめのおっちゃんに会ったら、一切チェルんないマジ挨拶しててウケた。ゆかりさんって目団の経理担当っつって仕事はできる人なんでしょ？現状うち的には麦しわがんぎまり姉さんってイメージなんだけど、世話になったから印象アップデしときたいんだよね。普段どういう人？大人の。え、なんそれ、なんその陰備な響き。あんたらそういうあれなの？いいけど。大人の、うん、あんたそういうのが好きなんだ。え？本人がよく言ってる？なんだ、要はユニ先輩的なジャンルか。なんだと、元聖…え、なんて、ちょ、もう一回言って。元聖騎士。え、そうなの？したら過去の栄光を隠してわざとうつけのふりしてる系のやつじゃん。ああ、そういう、いいじゃん。それな。いや、じゃなくて、だからそれ以外でよ、なんかあんでしょ。いくらあの姉さんだって昼間からバッキバキなわけじゃな。ん？割と昼間から飲む。そうなんだ。じゃあまあいいか。まあうちらのプレゼンは惨敗だったけど、それはそれでね。あ、それよか、そっちはどうなん？あんたもやってみなよプレゼン。試しに、ほら、なんか適当に持ってるもんうちに売り込んでみ。何これ、レア度カスのゴミじゃん。いや、大事なもんってそんなわけは。前にうちがあげたやつ。ああ、シャレでね、あげたわ。夏い、ちょ、嘘でしょ、そんなんずっと大事に取ってたの。そうなんだ。はあ、なんか見覚えのあるケーキだけど。そんじゃ、いただま。ん？やだ、なんこれ、うまさの暴力で涙が溢れる。あんたとの絆の深さを物語る何がしかの思い出が蘇りそう。天空。いや、何もないことはないでしょ。ポケットの中とかよく見てみ。ほら、なんかチケットみたいな謎にいっぱい持ってんじゃん。あとこれ何、コインみたいな何種類も集めちゃって捨てとこうか。
こないだあんたに呼ばれて鎧みたいの倒すバイトしたじゃん。なんか今にして思えばメダンの姉さんたちいたような気するけど。んで、世界の危機っつったっけ。結局あれって何だったわけ。王と終末。ああ、なんか飲み会的なやつ。そういや派遣の姉さんジャボジャボ飲み散らかしてるの一人いたけど、ゆかりさんかあれ。で、その会になんでうち呼んだの。紹介したかった。キモ、彼氏かよ。そうそう、世界とか国とか現場の姉さんたち割と主語でかめで、なんかみんな己世界の敵名みたいなノリで若干引いたわ。しゃあないからうちも一緒に己みたいな顔しといたけどさ。わからないって。ああはいはい、うちには言えないってことね。まあ理由とかいいけどさ、もしあんたがまたなんか困った時は。え、ちょっと待って、あんた本当に分かってないわけじゃないよね。